チャップ、はい、出た、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はいね、やりました。はい、45、46ということでまたやりましたよ。またやったな。45、45じゃなくて、もう先に盗塁はね、はい、46になってたので、うん、この前ね、うん、3つ盗塁をね毎試合でした時に、うん、もう相手のピッチャーも諦めてるねもう走る、いやいや、もうね走られると思ってクイックもしてないわ。いや、あれじゃやっぱ大谷カモにするよ。走るね、走る走るね、もう史上初の快挙。そうそうそう、まあ、毎回快挙になるね、これから、ね、まあ、それはこれからも一本ずつ一つの盗塁が快挙をね、新記録を、ね、乗り換えていくんだけども、まあ、45本というね、うん、あの節目を打ったということで、まあ、動画にしましたけども、はい、はい、もうね追いつかないから節目でやらないといけないけど、まあそれはそうだな、今後はどうするかな。そうだね、うん、まあこれだね、50-50だね、ね、うん、いやだけどもう右左関係ないしさ、うん、まあ、左のシンカー、まあ、88.8 マイルみたいな、うん、そういうちょっとこう抜かれたようなボールも、もう何のその引きつけてバックスクリーンの、左の方にね、うん、持ってったけども、もう完璧だね。素晴らしい、もう言うことない、ね、うん、史上初の快挙、今季100打点。ちょうど100打点目が、ね、その45本目の本塁打ということで、まあ、うん。自身最多タイに並ぶんだよね。打点、うん、うん、だからこれも更新していくと思うけども、はい、まあこれを1番を打ってて主に、うん、まあ2番とかね、うん、あったけども、まあ主に1番打ってて、ベッツがこうリタ、あの故障してからね、うん、それで1番バッターで100打点上げる人っていないよ、うん、普通、ね、まあ大谷選手の場合は逆に1番になることで巡ってくるので打点が増えるっていうようなことがある。いや、まあホームランの数とかね、うん、まあ走りやすい盗塁が増えるっていうことはあっても、まあ、前にランナーがいないっていうのは、そうそうそう、最初だけだったりするのかな。まあまあそうだよね、うん、いやだからそのまあ例えば3番とか、まあ大谷だったら4番でも打てると思うけども、うん、打ってたら打点なんていうのは俺140打点とかいってるんじゃないかなと思っててさ、うんうん、でも1番で100打点を上げれる1番バッターがいるっていうのは、うん、やっぱすごいよね。これ本当に漫画の世界の人みたいになってきましたね。いや漫画を塗り替えてると思うよいや想像、ね、こうだったらいいなという想像の世界をよりもっと想像をはるかに超えてるというか、うん、こんなスーパースターが出てくるなんて思ってもないもんね。例えば豊さんはアニメだと巨人の星とかを見て、もうそんな世界があるかなって言って憧れてきたと思うんですけど、うん、そうそうそう、それがなんかこう実在する人って、ね、実在より綺麗に超えてるよねなんかこう描写も綺麗だしさ、ね、なんかそういう感じがするし、まあやっぱこう50-50はいきそうな感じがするね。まあこれで51本ペース、22試合になってね、うん、51本ペースにはなったんだけども、うん、あと5本、まあなんとか、まあ、盗塁はいける、もう確実に、あと4個ね、4個、うん、まあ前にね、どん底のランナーがいない限り、うん、まあいけると思うよ。じゃあもう盗塁は最初に1番でルーに出ることがあれば、うん、確実に、うん、走るかな。まあ走るね。まあまずね、これまあ同日達成っていうのがすごくなんか綺麗に響くんだけども、うん、まずは盗塁やるよ多分。盗塁50達成してから、50先に盗塁やってから、うん、あと2本ぐらいで50は達成しといてみたいな、うん、まあそんな感じがするけども、うん、ちょっと9月に入って状態落としてるんだよね。これでも、ちょっとあのペースダウンにはなってるし、うん、あの率的にはちょっと落ちてるんだよね、うん、まあただし、まあ、そのプレッシャーっていうのがね、うん、まあ、多少あるのかもわからない。まあエンジェルス戦ね、はいはい、フルス戦では8打数1安打だったかな、うん、ちょっとブレーキがかかった状態だったんだけども、これ今月9月初アーチなんですよね。まあそうだよね、うん、だからなんていうの、本拠地に帰ってきて、うん、まあ、やっとこうホームランが出たというね、まあそういう状態だったんだけども、うん、まあまあでもあと22試合5本、うん、まあなんとかやっぱ達成してくれるとは思うけどもね。ねえ、
ね、はい、もう誰も踏み入れたことのないところにその領域に入ってるのでね。まあそうだね、もうこれでも十分なんだけどね。十分だけどもなんかこうなってくるとみんな期待しちゃいますよね。まあちょっとなんかこうすごい壁をハードルを超えていくっていう感じがするよね。まあ50-50っていうのはね、で今後やっぱ50-50打つか打つ人が出てくるか走る人が出てくるかっていうとさ、いやこの数字はなかなか難しいと思うよ。やっぱこれだけピッチャーのレベルも上がってるしね。ただまあ盗塁ということに関して言えば、やっぱ牽制とかがね、3回しかできない、3回目はアウトにしないと一つの塁を与えてしまうっていうね、まあそういうルールがあるから、まあ走りやすいのは走りやすいだろうけどもね、まあだけどこのホームランと盗塁を揃えてくるっていうのは、まあなかなか難しいと思うな。これ、キャリアハイが47号なんですよね。はいはいはい。だからそういったことも含め大谷選手の中では一つまた次とか47号っていうのも一つの区切りにあるんでしょうかね。まあそれはもちろん、まあそんなところは考えてないかもわからないけどもまあだけども、まあ必然的にそれを打つことによって打点も記録が伸びるということだから ね。だからまあこれから大谷が入ったらもう自分のベストをどん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 超えていくというね、まあそういう領域にも入ってきてるし、まああとはやっぱこうなんていうのチームが勝つことによって、やっぱもっともっとねアグレッシブルに、いけるかなっていうような感じがするよね。ね、でこのね今は100打点と160安打、これも自己最多タイなんですよね。はい、で今もうホームラン王、2位には8本差、で打点が並んだということで、まあ2冠ということでね、まあなんとか2冠も達成してほしいし、50-50 も達成してほしいし、まあいろいろ期待を乗せちゃうとかわいそうな気もするけども、なんか平気でやってのけそうだもんね。そうそう、もうなんかそんなのは皆さん期待してるのはもう当然分かってると思うし、もう分かってるよ ね、まあ自分も自分に期待をしてるところはあるだろう ね。まあさらに言うとね、あのチームもこのまま優勝してなんてなってくるとね、でまたその世界一というか、ワールドシリーズで勝つとかもうそうなったらたまんないねこれはね。もう何を今度達成すればいいのってことになってきますね。まあそうだね、本当に。でドジャース1年目で移籍した人の本塁打が49本かなんかだったかな。そうね、その記録っていうかそれもあるんですよね。まあそれもね塗り替えそうな勢いがあるし、まあそこもなんかこう達成してほしいし ね。いやこんな人が出てくるんだね。まあ記録をこうね、看板やちいちゃんが書くたんびに、やっぱすごいなと思うでしょ、これ。そうよ、だってもうなんか当たり前にこう40、40とかねあって、まあそうだね、いろいろあったけれども、今ちょっと待って何が何本だっけみたいな、ちょっと数が、まあそうだね、追いつかない。45、46、いやこの前40、40って、ああやったなっつって書いたばっかりだったよね。なんかだいぶなんか40、40なんか少なく感じちゃうのが怖い。まあまあそうだよな。いやそうだよな、そしたらもういきなりもう5本とか6個とか増えてんだもんね。そうよ、まあ減らない数字とはいえね、やっぱどれだけやっぱこうすごいことかっていうことが ね、なんか大谷を見てるとすごいことなのかって思っちゃうよね。なんかね平然とやっちゃうしね、まあ、平気でやっちゃうしね、明るく振る舞ってるしね、なんかプレッシャーなんか何にプレッシャーってっていうような感じで進んでるしね。ほんといやだからこの50-50、ね、これは達成してほしいな、あと22試合51本ペース ね、まあ盗塁は俺は楽勝に行くというふうに踏んでるから、あとホームラン5本、ね、もう7月に30歳になったばっかりのこの30歳幕開けがこういうね、はい、まあそうか、ね、まだ30歳よ、すごいなでも俺からするとやっぱ騒ぎがあってね、二刀流をするとか、はいはい、それはプロ入った時、ね、入った時、で振り場というのを見た時にこれは二刀流は絶対やらせなきゃいけないって確信した時に、からもう
30歳かって18歳で入ってるからね、うん、逆に言うとだから、早いなと思うよね。そこはね、うん、まあ、でもやっぱりその初めて生で見た時に受けた衝撃とかっていうのはやっぱ全然他のね二刀流を見なしないから、それができるかもって確信させるっていうほどのやっぱりテンションがあったのかな。いや、あったあった。やっぱね、やらせないとなんか大谷のリズムが取れないんじゃないかなと思ったよね、逆に言えば、うん、やっぱりピッチャーやってバッターもやる野手もやる、まあ、これが大谷の世界だから、うん、ね、だからこれは崩しちゃいけないなっていうね、うん、まあそういう選手だったね最初からね。やっぱりすごいね。まあすごい、そっからもうどん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 成長し続ける選手ですね、うん、まあそうだね、うん、だからなんて足踏みがないというかさ、うん、本当に成長一歩ずつでもしてるというね、まあそんな感じがして、まあ頼もしいし、まあブルペンに入ってね順調そうだし、まあ今年のその登板はないっていうふうに明言はされてたけどもね、うん、まあだけど来年になるとねまた二刀流が始まるというね、すごいね。また二刀流が始まってくるとね、今年のようなね、うん、バッティング中心の野球ではなくなってくるので ね、また変わってくるんでしょうけど、まあ、まあちょっとできないとは思うけども、またそこでね二刀流でのなんか記録をね、まあそうだね、どんどん。でもそう思ったらさ、うん、今年バッティングでどれだけの記録が出るんだろうっていうのは自分でも期待したと思うけども、うん、やっぱ周りも期待したと思うんだよ、あれ、うん、ピッチャーやらなかったらどんな数字が残るのって、まあね、もう期待に大きく応えてるよね、うん、まあ、それがすごいし、もうこれ達成したらフィーティーフィーティー、もう驚きだね。まあなんか二刀流今年できないっていうことでね、はい、もしかしてバランス崩すなんて一生思ったじゃないですか、うん、豊さんも。まあただね最初ただね、うん、ピッチャーを辞めるっていう決断をしたわけじゃないから、うん、だからそこら辺のモチベーションがあるのかなっていうふうには思ってたけどね、うん、ただなんか実生活としてはね、まあまあ、投げることがなくなるとさ、ね、今まではずっと両方やってきてその野球人生だったから、うん、一個お休みするっていうことは多分なかったと思うと、うんうんうん、そういう心配してたのは全くのご無用だったね。まあ、そりゃそうだね。大きなお世話っていうことですよね。ね。はい。まあ、そういうことで。そういうことね。ね。はい。まあ、45、45を達成。まあ、盗塁はね、一つポコッと出てるけども。4-5、4-5、4-5、4-6ですけど、はい、達成したということで。そうね。お届けしました。素晴らしい。デコピンも、ね、喜んでますもんね、もうね、はい、分かんないけど名前書いといた、はい、今度は50-50でお会いしましょうということでね、はい、はい、頑張ってくださいよ。ありがとうございました。はい。